密着したんですが、電脳さんって人は休日すごかったんですよ。そう語るのは今回洗脳に密着取材をした秒間ライトニングの記者、質問太郎。定時より若干遅めに業務が終了し、終電で自宅に帰る洗脳。明日は土曜日、果たしてどんな休日を過ごすのか。自宅に入らないんですか。はぁ、シャワー浴びて、いっぱい引っ掛けたらリセットになっちまうやろが、寝る前に今日の神の言葉を全部守っておくんだ。驚いた。彼は自宅に帰ってから仕事を毎日振り返ってるという。なぜそんなことをするのか。でも決まってたろ、俺はよ、バカだからよ。あなたで能力がねえのは神に散々言われてるし、叩き込まれてなあよ。人が寝てる時間とか使わなきゃ勝手にいれろが。そう言って彼はアパートの廊下で大声を張り上げながら文字を書き込んだ。え、今日土曜日ですよ。なんで池袋に。はぁ、決まってんだろ、土曜日はチャンスデーなんだよ。会社で無料でオフィスを開放してくれんだ。数字を伸ばすチャンスだろうが、使わねえ手はねえぜ。そうですか。驚いた。チャンスデーは給料は発生しないらしい。あくまで社員が自主的に使っているという設定のようだ。その後の彼は圧倒的だった。徹底的にロープレイを行い、さらには休まずテレアポを実行、数字を積み上げていった。あ、お疲れ様です。今日は早く切り上げたんですね。この後は耐えられるんですか。いや、耐えられねえ。お前も一杯やるか。おい、おごれよ。全然お店に入ろうとしないですね。お店選んでんだ。俺の入る店どこだ。あ、こっちとか。いや、驚きましたね。結構うろうろ歩いてやっと入った店で1、2杯飲んで帰ったんですけど、優柔不断かよって思ったんですが、いやいや違いました。後で聞いたんですけどね、彼月末に数字が足りなくなった時、深夜に会社から最短距離で飛び込んで即決できそうな店を探しながら歩いてたんですって。いや、信じられないストイックさですよね。おはようございます。朝早いですね。早くてめえ。いやいや、だってインタビューの約束ってしたじゃないですか。てか日曜日の朝ですよ。静かにした方がいいと思いますよ。で、この後どこ行かれるんですか。どこってお前。は、電話か。ゾスカリーン。ゾス、ゾス、あ、ゾス、申し訳ない、ゾース。うわ、やばっとったよ。何なんだこの会話。ゾスとカリしか言ってないぞ。うわぁ、くそげー。うぅ、無理だ。田中てめぇ、今日は何やってんだ。取れてる数字を取るために出社してんだろうな。この男、一瞬ストイックでかっこいいと思ったが、基本ドブラックな会社に染まりきっていて、休みであっても平気で部下に電話をし数字を要求する。そんなことに疑問も問題も感じず、当たり前にやるほど今までそうだったからという理由で同じことを繰り返すタイプのリピーティングパワハラだった。じゃあ俺は出かける。え、どこに。え、ここペットショップですよ。だけなんだってんだよ。しかし、おい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 、犬と猫ばっかだぜ。面白い。どっちが強いかアポリアウか。あ、ほゾスカミー、ゾスカミー、カミー、ゾスカミー、ブラーッ。いや、ペットショップゾスはやばいだろ。これ捕まるぞ。いいえ、今度は何なんだ。ここ中古車屋だぞ。ほほ、面白い。彼の行動は謎だった。ペットショップに家電量販店、その後車の市場、不思議な行動が続いた。は、
あーいや、なぜペットショップなんかに。俺が行っちゃいけねえのかよ。はい、ダメだと思いますよ。あ、でも、なんで。うそーてめえ、殺すぞって言うなんて、簡単だ。合宿の時に言われたんだ、常に。もう、こちゃんを待ち続けろってな。だからよ、俺は圧倒的ナンバーワンになって、一度トーラーを買ってみて、あとは戦車を買ってみて。トーラーがペットショップに売ってると思ったんですか。だがよ、あいつらのトークは参考になってぜ。ペットショップも中古屋もコピー機ぶち込んだるぜ。まあ今日は勘弁してやったけどな、お前がいたからよ。すごいな、この人は常に考えが仕事に直結している。今日はありがとうございました。ああ、じゃあな、俺はオフィスに寄ってくれ。帰るわ。やべえ。オフィスというか、それ何聞かれてるんですか。はあ、うるせえ。これで辰成のやつをロープレさせて、それを録音したやつで。変態すぎるな。けど、どうしてそこまで。バカだね、おう、ネロは。実験天才に見えるかな。あの野郎、たまに同行するとは、たけるんだよ。アポッと先だ、初めてなのに、近くの土地について詳しかったり、会社の近くの店の食い物とか、味を知ってたりな。ああ、同じかのエースって言ってた人ですね。あの野郎、絶対に見えねえところで何かやってやがるとな、俺には分かるんだ。あの要領のいいクソ野郎でさ、かけて考えてやがるんだ。バカなんだが、何もやらねえでこけるわけねえだろうかよ。あ、クソにだけは負けたくないし、負けるわけがねえ。勝てるためなら何だってやるんだ。すごい、ここまで洗脳された。とても褒められた休日の過ごし方とは言えないかもしれない。ハラスメントを完全に引き継ぐ姿勢も最悪だ。だがその執念と行動力は圧倒的なまでのコンプレックスから来るものだったと言える。お前ら仕事が嫌だ嫌だ、自分に才能がない、この仕事が向いていないとか、うだうだ言ったりしていないか。そうであれば愚痴ではなく洗脳のように一度本気を出してみるか。次の道を一日でも早く探す頭に切り替えてみてはどうだ。